アルゴスです。老後の資金作りを今から自分たちの力で蓄えていかなくてはいけない現代、その一つの方法として株式投資があります。では実際に投資を行う上で私たちの身の回りにはどれだけの情報があるでしょうか。意外と多くないのではないでしょうか。そんな時に皆さんの個人投資活動の一助にでもなればと思い、企業情報を提供しています。今回はオムロン株式会社について見ていきましょう。オムロン株式会社の事業は全部で4つ、制御機器事業、ヘルスケア事業、社会システム事業、電子部品事業です。順番に見ていきましょう。制御機器事業は工場の自動化を実現する業界随一の幅広い制御機器を軸に、最先端の技術と独自のサービスで製造業のものづくり革新に貢献しています。消費者ニーズの多様化、労働力の不足など製造業の抱える課題は世界中で日に日に加速しています。これらの課題をオムロンは3つのイノベーション、インテグレイティッド、制御進化、インテリジェント、知能化、インタラクティブ、人と機械の新しい協調によって解決します。これが価値創造コンセプト、i オートメーションです。匠の技を誰もが簡単に再現し、機械が自ら学習、進化を続ける生産ライン。機械が人を理解しアシストする。これが20万点を超える幅広い商品群を持ち、そして現場を支えるオムロンにしかできないものづくり革新です。次にヘルスケア事業。オムロンは1972年の体温計第1号機となる電子体温計 MC320 の開発から現在まで、世界中の人々の健康維持と疾病予防、重症化防止に貢献するため、多くの革新的な商品サービスを作り続けてきました。正確で簡単に自分の健康状態を知るための家庭用医療機器や健康管理サービスを世界中のお客様に提供しています。代表的な製品としては体温計に血圧計、電動歯ブラシがあります。3つ目の事業は社会システム事業で、駅務、交通を中心とする社会システムやエネルギーマネジメント関連の事業を中心に、社会インフラ領域において新たな価値を創出しています。自然災害への備えとして河川や公共設備といったインフラを遠隔監視することで、リスクの早期顕在化と危険な現場への人の移動をなくすインフラモニタリングサービスを自治体や企業に広く展開し、人手不足の解消と災害の強いインフラ作りに貢献しています。最後が電子部品事業で、スマホや家電、自動車など人々の生活を支える機器の主要部品であるリレー、スイッチなどを全世界に提供するオムロンの基盤事業です。これら4つの事業を通して、オムロン株式会社は社会に大きなインパクトを与える気候変動、高齢化、個人の経済格差の拡大の変化因子から生じる様々な課題を解決していくべく、これからも社会の期待に応えていくのではないでしょうか。皆さんの今後の投資活動を応援しています。それではまた明日ね。